演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、というわけで本日はこちらドミノピザのパスタ3種を食べたいと思います。ちょっと結構量あるな。こちらがナポリタンで、カルボナーラ、そしてミートソース、どれも美味しそうですね。では今日はもういっぺんに、当然いっぺんには食べられませんので、まずはこちらナポリタンからいただきたいと思います。トマトの色が赤だし、美味しそう。おお、湯気がいいですね。ではさっそくいただきます。懐かしの味、ナポリタン。甘酸っぱいケチャップが最高。続きましてはこちらのカルボナーラ。ポクと連続だとちょっと飽きるかもしれませんからね。ちょっとあんなにバンクション入れたいです。では答えます。おー、こちらもポカポカ。もう濃厚そうですね。いい色です。ではいただきます。濃厚の新生カルボナーラ、このクリームがたまりません。ラストはこちらミートソース。さっきのナポリタン美味しかったですからね。ではこちらも期待が持てそうです。何か違うのかな。さっきトマトの辛みがちょっと違う気がしますね。何が違うのかは具体的な後で。ではいただきます。でもやっぱりスパゲティではミートソースが一番好み。最初に食べたナポリタンはちょっと甘めの感じのトマトソースで、その甘めに具だくさんが、野菜やウインナーの食感がしっかり入れておきます。麺はどのパスタももっちりとした太めの麺で、ちょっと細いイメージがあるパスタとはちょっと違う。自分の中ではパスタでちょっと細くてスパッツタと切れているイメージがあったんですが、太麺でもっちりしているのでソースとうまく絡んでほしい。これは甘めのトマトなので、ちょっとトマト感が良かったのがあれましたので、こちらの検査をしてきました。そして2つ目のカルボナーラは、クリームソースのチーズが本当に濃厚で、ベーコンの食感もあり、さらにブラックペッパーでちょっと刺激もあって、変化球もきましたので、とっても美味しかったです。カルボナーラ、クリーム系のパスタも少し手間がかかりますが、やっぱりそういうのほど美味しくなるものですね。というわけでこちらでちょっとね、ありました。そしてラストのミートソースは、先ほどのナポリタンも甘めですが、こちらはトマトの酸味が強くてさっぱりとジャンプができて、お肉の旨味もうまく溶け出していて、お肉とトマト同時に食べることができて、とっても美味しかったです。まあナポリタンでもウインナーで同時に食べていいんですけどね。そしてもっちりとした麺を噛みしめると、肉の旨味とトマトの酸味がふわっと広がっていって、噛むたびに広がりのようになり、とっても美味しかったです。ミートソースは多分パスタの中で一番好きなので、というより一番最初に食べたパスタだから好きなのかな。ちょっとそういう風に思っている部分もあるので、ちょっとその部分を加担しているのかもしれませんが、こちらのテイストとしていただきます。ドミノピザのパスタ、とっても美味しかったです。一応これね、レギュラーメニューは全部食べたことになるのかな。あとは期間限定とかですけど、とりあえずピザは高いのでなかなか手に出せなかったりするんですね。また機会があれば食べてみたいと思います。それではコマしてもすっとこどっこい回せぬや、回らないコマはどんなコマなんでしょうね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞ね、パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。